こんにちは、ムカチャンネルです。今日紹介しますソフビはこちらになります。ではね、早速開封の方をしていきたいと思います。ムカチャンネル、こちらブラックブックトイさんから発売されましたヘルライドステイゴールドになります。こちらなんかね、2011年に登場したらしいんですけども、またアップデートして2020年バージョンとして復活しました。今はもう完売して入手することはできないみたいですね。2日ぐらいで完売しましたかね。私は素早くちょっとポチりました。っていうのも、私こちらのパンクロックボーイ&ベビー、こちらがめちゃめちゃ欲しかったんですよ。今までもね、何回か抽選販売あったんですけども、まあ外れてしまいまして、今回緑色のね、肌のバージョンが出まして、おそらくこのヘルライドステイゴールドと合わせてこちらも用意されたんだと思うんですね。で、やべえ、これ欲しいなと思って、そしたらじゃあこの3体で並べるとめっちゃかっこいいんじゃないのと思って、今回はね、こちらは早期購入して抽選販売に当たることができました。ブラックブックトイさん、どうもありがとうございます。でね、中でもパンクロックベビーの方が私めっちゃ好きなんですよ。この愛嬌ある顔がめちゃめちゃやばくないっす。ね。パンクロックっていうだけあって、ヘアスタイルはすごいパンクでしょう。表情はね、ベビーなんで赤ちゃんなんですけど、すごいもう歯とか目とかもちょっといっちゃってる感じで、服装もこの、なんでしょうね、金太郎チックなね、後ろはね、裸同然なんですよ。お尻丸出しでね。というよりも、ちょっと下半身出ちゃってます。これがね、ベビーなんで許されるんですよ。可愛いんですよね。こっちがボーイの方で、今回おまけでついていたマイクとネックレスの方を装備させております。もちろんこれはね、外すことがこうできるんですよ。このネックレスとかもちょっとありきでもうね、常につけてますけど、ベビーの方にもつけれるらしいんですけど、ちょっとボールチェーンが長いので気になる方はハサミで切ってくださいねみたいな書いておりましたね。で、パンクロックなだけにこのね、革ジャンのね、このスタッズのついたかっこいいジャケットに、このちょっとね、腰パンチックなね、パンツにスタッズベルト、うわ、ロックでね、めっちゃいいですよね。モヒカンで、頭はね、ちょっと脳みそみたいなのがね、見えてるようなデザインになっております。で、この二人は手を繋いでるような感じで映されておりましたね。はい。で、メインはこちらになるんですかね。私にとってのメインは、ベビーなんですけども。こちらかっこいいっすよね。こうね、ウィリーもできちゃうんですよ。めちゃくちゃかっこよくありますね。はい。こちらもボーイと一緒で、頭は金色で脳みそがむき出しになっているようなデザインになっております。ちょっとグロテスクな表現なんですけども、可愛いので、全くもって気になりません。この活かしたヘルライドですね、めっちゃかっこいいですよね。これで、はいね、後ろもかっこいいですよね。可動は、両腕ですね。両腕と、頭の方が稼働します。車からこう出すこともできるんですけど、下半身はないです。ここにこうね、差し込むような形になっております。ウィリーかっこいい。ベビーの方の稼働なんですけども、頭と、両腕になっております。ボーイの方も頭、両腕、あとはね、腰もねちょっと動いてます。で、こちら、パンクロックボーイ&ベビーの方には、名刺とか、ステッカーはね、めっちゃいいですよ。ほら。パンクロックボーイベビーのベビー推しで2枚ありました。大小でね。このジャケットにはですね、スイサイダルテンデンシーズっていう風に書かれておりまして、こちらはですね、アメリカのハードコアバンド。オリジナルキャラクターだと思うんですよ。ブラックブックトイさんが手を組んで作っ
作られたソフビ、非常に好きな人は好きみたいですね。私はそのバンドちょっとわからないんですけども、この造形デザインとても好きだったので、今回購入できてとても嬉しく思っております。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良ければ高評価ボタンよろしくお願いします。またいろんなソフビ紹介していきますので、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。世界に1体しかないソフビ